はおはよう。おはようございます。ちょっと顔も髪の毛もちょっとボッハーなんですけど、まあそこはほっといてください。今日は4月29のチケット当たって、来てくれるの嬉しい嬉しい。来てね、猫結婚してありがとう。せんけどありがとう。グンラビューラビュー、こんにちはラビュー、みんなはよー。じゃがいもせんちさんありがとう。さとさんちありがとう。ありがとう。森氏さん、くむちゃんありがとう。さとさんちありがとう。ひーちゃんありがとう。みそみそやっほー、どうもー。ね、明後日は TGC ですね。はい、TGC です。今日小顔のエステに行ってきました。エステに行ってきて、なんか顔がね、やっぱね、なんかまあちょっとだけなんかこう上がった気がする。そしてなんか私わかんないんですけど、なんか私結構断れない体質で、なんかエステ契約しちゃって、ええー、みたいなで思ったよりもね、そんな高くない、あの小顔に特化したあのあれだったから、まあいっかーって思って、あのはい、エステじゃないけどフェイシャルみたいな感じに行くことにしました。はい、小山内さん、くまちゃんありがとう。くまくまありがとう。くまくまありがとう。くまくま、しんちさんありがとう。じゃがいもせんちさんハンターありがとう。さとさん、ぎにゃありがとう。ありがとう。豊中のゆりさん、にぎりありがとう。佐藤さんとありがとう。なるさかさんありがとう。食パン、今日のバズレンヌよかった本当。え、次のバズレンヌの方が私は動画的には好きなんですよね。はい、ぜひぜひ次も見てください。次すごい私褒められてたんで、お願いします。じゃあ綺麗本当。ここ数日3期の多くの子が顔細くなったらどういうこと。ウケる。うんそう、じゃあ愛人の声がずっと好きでした。知ってるよ。え、知ってるよ。え19人にそれの見ました。見てくれてありがとう。ビッキーにしてほしい。結局考えた本当。何じゃあ、ピカピカありがとう。ルパンさん1億バズ見てよ。ありがとう。たくんありがとう。牛乳カベさんおにぎりありがとう。ラビューぶりかわいい本当。すっぴんでこのさ、エステした後ってさ、髪の毛が、前髪がさグッて上げられてるからさ、ここが割れちゃって、そうおかしいんだけど、まあまあ。メムザナビュールパンさんピカピカありがとう。さかなるさんありがとう。ショーパンひちゃますます綺麗になるなりたいと思います。なんか肌荒れとかにもあれしたいなと思って。やっぱ響きはあれだって。おしゃ、ありがとうございます。ちょっとおしゃ、ありがとうございます。ちょっと面白いんだけど。はい、じゃあ今から私は X 上げるので見てください。これ NG シーンを上げるので。NGC にあげるんで、これ絶対見てください。みんな引用して、引用して、みんな引用して、これ引用してとか書いてないけど引用して。結構面白いですよこの NGC。 結構今回の動画撮った時の NGC 結構あって、ほんと面白いから。ぜひ今あげたので NGC 見てください。ちょっと響き自分で笑っちゃうから、ハプニングやってるから、マジで。そう、もうあれ寒い中すごい撮ったので頑張りました。しかも撮り直しもしてるので、うん、今日のバズひーちゃん優勝本当。次もひーちゃんかな。よかった、
しーちゃん優勝は嬉しすぎ思ったより褒められてた、最高だった。あー、ひびきさんなんか久しぶり、確かに久しぶり。ほゆうさん、おにぎりありがとう。しんちさん、お茶ありがとう。ショートムービー本店チャンピオン、本当そんなに良かった、ありがとう。豊中のゆうさん、おにぎりありがとう。ルパンさん、牛乳ありがとう。ルパンさん、牛乳ありがとう。見てラビュー、ありがとう。あー、ちょっと本人が違いすぎて探すの大変や。え夕中カメラのムービーよかった、本当来週もっと期待してくね。いや、まあ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 、うん、まあ期待せずに見ててください。女優業を目指してください。いや、女優業をやりたいですよ。女優業やってみたいですけどね。やりたい、めっちゃやりたいですよ。好きですね、結構。サイチさん、牛乳ありがとう。ロコポコさん、ありがとう。タコちゃん、ありがとう。ロコポコさん、ありがとう。ほべの告白よかった。うっす、え、ほべの告白って何？コボコさん、ありがとう。ジホさん、ねえ、そばが食べてたよね。そう、久々バーガーよく食べてるよと思って。ラビュー。ひーちゃん、ショートムービーつんな感じいい、ほんと。そう、あれ、なんか響きみたいな感じにやってみた。しゅんちゃん、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。くまくま。かやまちさん、リンボスター、ありがとう。メガネもいい、ほんと。小山さん、くまちゃん、ありがとう。ルイさん、誰もにもと、なんか、貸してあげたかった。なんかそう、いやいやいや。あれはもう、運ですよ。ほぼ。ほぼ、運と、あれなので、仕方ない。今回は。歩きたかったけど、うん、次は自分の手で、頑張る、読んでもらえるように頑張ると、頑張ろうと思います。ロイさん、誰もありがとう。考えます？んー、ロイさん、あとありがとう。引用してください。ひびきラビュー、しんごくラビュー。スムービー何人テイクだよ、オッケーだって。え、わかんない、結構撮った気がする。トマキさん、おにぎりありがとう。ひろしさん、あとありがとう。修理屋さん、おちありがとう。ひろしさん、あとありがとう。トマキさん、誰もありがとう。ずっと前から、好きでした。やばすぎ。なおちゃん、ラビュー。おいしい、久しぶり。ひろしさん、ハートありがとう。ともゆきさん、ハートありがとう。最高。お茶ありがとう。ロイさん、牛乳ありがとう。ラプリンさん、ありがとう。チェックした、ほんと？引用してね、みんな。ひろしさん、ハートありがとう。ツナマヨさん、レインボスター、ありがとう。ラビュー。さっきの一億、一バズの映画、見た。あとのお待ちわびの演技をもう一回してください。どういうこと、どういうこと。ひろしさん、あとありがとう。しんいちさん、あとありがとう。つなめさん、かわいい、ありがとう。エレンらしさ出てて、ふわいながらめっちゃ好きだ、ほんと。なに、結構結構いい感じですね、嬉しい。アイスラビュー、こんばんは。主催の皆さんもね、そう絶賛してくれてた。ナミのショートムービー見てて、笑っちゃダメ、笑っちゃうもん。なんかメンバーのやつ見るのちょっと本当に、ちょっと嫌です。ルパンさん、いいね、ありがとう。ありがとう。久しぶりショールーム見に来ました。ロイさん、確かに、お久しぶり。ポスト笑った。そうでしょ？爆笑でしょ？リキュンしました。嬉しいです。胸キュンしてくれて。ナッキーさん、かわいい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ビュー、同じくいつか、ちょっと前から好きでしたってください。嫌です、嫌です。21、暇なんだけど公演やってや公演やってやってできたらいいんだけどね、公演やらないんですよね。こんばんは、くまねパパ。ゆきちゃんのあの手の、んー、的にあの手の企画は実的に来る、起こり得るのがとても良いでしょう。結構現実味をあり混じってましたね。はい、そんな感じでした。ナギさん、お茶ありがとう。ダムさん、ラビュー。グリーンハットありがとう。食パンありがとう。猫クークーありがとう。ナオちゃんありがとう。クマちゃん、クマ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 ありがとう。ありがとね。マルマさん、こんばんは。こんばんは。ナオちゃん、ハットありがとう。ヒーちゃん、演技力すごい、ほんとほんとに嬉しい。いいじゃん、いいっす、ほんま。なおちゃん、あとはたくさんありがとう。胸キュン動画の制約で配信してほしい。え、
この間めっちゃしたんよね。そう、取り寄る時にしたんよ。そう、今はちょっとまだね、今そのあれがないんですね、服が。うんうん、おさあとありがとう。後で忘れ、ゆっくり見てください。そう、ひーちゃんみゆき最高でした、よかったです。おーちゃんあとありがとう。ひーちゃんしてこれからも陰ながら応援しとるからな、ありがとう。なおさんあとありがとう。しゅんちゃんありがとう。牛乳ありがとう。ぐまるパパ、よくパありがとう。ギャルはキュン、ギャルキュンしました。どういうこと。くまるぼうば、ありがとう。牛乳、ルパンさんありがとう。ピカピカ、去年6月から好き。嬉しい。マーさんお茶ありがとう。おゆうさんおにぎりありがとう。ラビュー、ラビュー。まるまるまさんありがとう。牛乳めっちゃ久しぶりだよね。お久しぶり、来てくれてありがとう。なえちゃん、おーちゃんありがとう。りちちゃん世界一みたいの、世界一また楽しみに、うん、するね。じゃあ我々しっかりすると毎回好きでしたって言ったお姉さんが、えって言われた。どういうこと。うんうん、うるさ、結婚してありがとう。せんけどせんけどありがとう。バンさんありがとう。あとゆうゆうさんおにぎりありがとう。しゅんちゃんおんちゃんありがとう。ルパンさんあとありがとう。ちちゃんもいつかんばん。ちょっと私は今ね、机の上が散乱しているので、そちらを片付けていこうかなっていう、あれです。なんだっけ、そう、はい、片付けていきたいと思います。今ね、あの机の上がすごい散乱してるんです、ガチで。まあそこまで、そのあう、そこまでなんですけど、これさ、昨日のお茶なんやけど飲めんよな。やめとこうかな。飲めるかな。お茶飲みたい気分やねんな。そしてメイク道具をあれしたいと思います。片付け、片付けっていうかメイク道具使うやつを一旦あれしようかな。お茶は無理、お茶やめとった方がいい。今日片付け嫌だよ。ガス生地じゃないんって言われそうです。ちょっと前から好きでした、じゃないんって言われそうです。ん、私なら元から好きじゃないんって言うんだけど、あー、レソコ言う、ねえ、レソコ入れてるの忘れとったんよ。昨日さ、すぐ寝て、昨日ちゃんと、昨日早く配信終わらせたじゃん、長くはしたけど。で、あのあとすぐお風呂入って、ですぐでもね、結局お布団入ったの11時なんだけど、寝たの12時半とかだった。まだマシです。ケルナーメン、いやいや、やばすぎ。じゃあやめとく。おぐりお茶ありがとう。じゃあ捨てるということで片付けしていきます。ちょっとしか汚くないので、この昨日しんちゃんの袋を捨てるかもやってる。ちょっともったいなくて捨てれない。でも、もったいない症候群は良くないと思うんだよね。こういうことをするから、あの、あれが増えるね。でもこれ5円払ったんよね、5円。じゃあみんなに、みんなこれを取っといて。いや、やっぱ捨てるのやめようかな。とりあえずね、いらないものは捨てていこうということで。ああ、そうして人を守ること。そう、もったいないしてると家がふさばる。ほんまにそれな。本当にそれなんですよ。だから何でも捨てる精神でいかないと。ピカピカありがとう。今日のマスレビ部門がふーちゃんに一緒に見えてきました。え、やぶしたふーさんですか。ケーキで買ったやつ、そう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 、時間半寝れなかった。そうなんですよ。でも結構早寝した。
今日はね別に早起きのあれじゃなかったけど、なんか肌に悪いから寝ようと思った。 TCC が控えて冷蔵庫とか床絶対落ちない、飲まないです。バナ君ありがとう、ピカピカありがとう。よし片付け開始。じゃじゃらじゃじゃら、見てみて、パモとかがいるシールをこの間見つけたんですよ。で見てみて、ちいかわたちのティッシュ、熊本行くときに持っていきたいと思います。レシートイレね、これもつらい、ありがとう、これも取っとかないとね。なんか結構ねレシートがね多かったりとかねするんですよね。これ見に行ったんですよ、嬉しいですね。飾っとく、何でも飾る、あれやめなって感じだけど何でも飾っとこせっかく行ったしもらったし。私のノート、でででよいしょ。映画、そう、ひーちゃん、え、熊本初上陸じゃない、お仕事では初上陸だけど、あの普通にプライベートでは行ったことあります、何回か。まあ九州なんでね、私はもともと車で行ったし。買うんだった、金幕ローダー買わないと、買わないとっていうか、え、お姉ちゃんからその下向いてる顔すっごくブスとか来たんだけど、知らないよ、だって掃除してるんだもん、ブスでもいいんだよ別に。今日ここに行ってきたんだよ、わかる、わかんないか、わかんないか、熊本行ったことないの、熊本行きな、マジで。熊本はいいとこですよって、よしってことはメガネかけた方がいいかな、いつもはっきりお姉ちゃんおもろいね、マジはっきりしか言わんからね、もうブスがとかめっちゃ言ってくるよ、めっちゃ言ってくるよ、めっちゃね、まあお姉ちゃんだからいいんですけどね。よいしょ、見て、こやつは裏切ったやつだで、見て見て、このシール可愛くない、めっちゃこれお気に入り、このシール、響きのチェキ全部なんかここら辺に、あ、今度鍵、玄関持ってかなきゃ、うん、見て、なんかオフ感すごくね。サプリメントはちゃんと飲みます、え、お茶飲みたいかも、でも家お茶ないよね、水しかない、まあいいけど、野菜ジュースあるけど最近冷たくしてないから、野菜ジュース、うん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 、ね、なんかさ、ね、聞いてほしいんやけどさ、ここにね、あ、ちょっとプツってできてるの分かる、今日すっごいブクって腫れて、なんか白い
海みたいなやつが出てきたんよね。で撮ったんやけど、まあなんかそうこの3日間ぐらい痛くてずっと、まあ潰れてきたからいいけどさ、 TGC の時にひどくならんきゃいいなーって願ってますって感じっすね。そうしてもうこれ入ってないんな。あら大丈夫はないそう目になんかできるのは大丈夫はないんですけど、まあでも仕方ないよねって。絶対さこういうのもいらんと思うちけどさ、せっかくだからってるんですよね。こういうのが一番ダメな原因。この机の引き出しにあるやつも絶対いらないやつなの。でも捨てれません。いややっぱでもなんかまだまだ捨てたい。大丈夫、昨日みつさん配信してました。どこで本番に何かあります。ほんまにそうなんよ。白がヤッキー。ほんと大変やねんマジで。再生して冷蔵庫入れてない。入れてない。入れてなくて飲むときに入れてる。コンビニ買ってきたら、コンビニ行ったらなんか買っちゃうから行かない。おぐにお茶ありがとう。そうできてるんよ。そうお茶ありがとう。みんなお茶くれるの。いかん特注じゃない。うん、小顔はね、あの TGC があるから行ってた。よしけのみばいたらサインもらってきてもらえないよ。そう、変身してた。なあ、前もかね。お茶ありがとう。嬉しい。お茶もう飲みたくなっちゃう。喉乾いた。ちょっと水飲もうかな。やっぱ水はたくさん飲んでくださいって言われた。やっぱり今日教室って行ってきたけど、水が足りてないって感想って言われた。やっぱそうですよねって言って、あんまり水飲めないんですよって言ってさ、見てみて、丸亀製麺のいろんなやつがたくさん。あ、私ね、あの行って、あの宮島行ったじゃないですか。そしたら結構ね、あの良かったですよ結果が。結構良かったです。はい、結構何でも良かった。引っ越すのいいんかな。家移りよしって書いてあるよね。引っ越そうかな引っ越したいんですよね。うん、病気すぐ治るだって。結構いいみたいです。結構何事も勤めずしてならなるにあらず、努力して努力したらなんかこうあると知るべしみたいな、なんかまあいい感じっぽいっすね。これはちょっと読めないけど、スポトリウスメと飲まないでも結構いい感じだったのでちょっと嬉しいですねって感じです。はい、いい感じでした。スキンケアも最近増えてきたよね。またそうじゃね、今帰ってきた。え、今帰ってきたの。へえねえね、引っ越す、引っ越さないよ、怖すぎる。じゃあありがとう KHK さん、ありがとう食パン。何だった、なんかいい感じ。じいちゃん小顔になったから、メガネ大きく見る。そこまでなってない。水味がない。そう、いろいろ出てくるよね。そう、タナタナくん、ありがとう牛乳お茶ありがとう。お仕事頑張ってる。タナタナくん大丈夫。さあ、花火さん、こんばん、こんばんは。なんか眉毛細くね。別に剃ってないんですけど。
能かな。目ね、ちょっとこれ、あ、見て、ちいかわちいかわが当たったんですよ、この間。ちいかわショップ行ったら何かしら買っちゃうから、マジで行かないどこ。あ、そういえばさ、虫がおったって言っとったじゃん。私昨日頑張ってあのあとさ、やったんですよ。ちゃんとやりました。虫ちゃんと退治しました。もういやーって言いながらクッて、あのペットボトルポンポンポンってしてやってやりましたよ、浜田響き。はい、やりました。浜田響きやりましたよ、ちゃんと。もうね、さすがに寝れんくなるなと思って、はい、やりました。虫退治頑張った。バリでかかったよ、なんかもうすぐゴミ捨てたもん。よく頑張った、ほんとレベルアップした。一番上の最終回浜田響きのリクエスト、うさぎのモノマネでさリクエスト送った。あーいいね、確かに。うらららららららってね、猫グーグーありがとう。オビルさん、ナピューナピュー。てんてん、よいしょ。ひーちゃんにポンポンポポン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 ってされたい。どういうこと、ポンポンポンって。よいしょ。もう今後できても平気だね。平気じゃないよ平気じゃないよ、普通に考えても全然平気じゃないのに言っとん。もう嫌ながらしたんだから、平気なわけがないだろう。全く平気じゃなさすぎる、マジで。もう虫なんて一生来なければいいんだって思います。これお気に入りです。この2つお気に入り、グミ、これがお気に入り。はい、よいしょ。トントントン、グリ、ギニありがとう。虫から守りたい、ハリビキ、ウラララみたいって言いましょう。爆笑すぎウサギのモノマネって言ったらさ、ガチのウサギと思うよね、絶対に。パフィンズかわいい、ありがとう、ありがとう。コツラーメン、よいしょ。これはここに置く。つむぐみ、あ、つぶぐみも美味しいね。確かに。グミは果汁グミしか買わない。本当、私果汁グミ買わないんだよね。グミ、とんかつラーメンってくるくる。え、そうなん？クルさん言ってんの知らないんだけど。一回も聞いたことない。ジャルちゃん、あっちゅあっちゅラララララ。お、だいぶ片付いてきたよ。で、これは、私のバッグ。出ようと思います。
袋でもチーツもでね大量に出てきちゃうから。あね、お茶あった、あのラーメン屋さんでもらったお茶があったのでこれを飲みたいと思います。うまっ。お茶はこんなに盛大に皆さんの前で飲むことは初めてです。今まであんまり正面に飲めなかったですけど、もう喉乾いてそんなところじゃない、すい、うん、え、投げてないよ、ここにあるよ。いいんじゃないでしょうか。うん、どうしてなんでここがさ片付かないのかな、なんか一生なんか何かしら置いてあるんだけど、どういうこと。どうしてかな。わあ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 、落ちてこないで。なんかさこの机がさ結構さ壊れ始めてきてるんですよね。痩せた？痩せてない。痩せてないです、しっかり痩せてないです。お支払いのやつはあれしよう、いや髪の毛やばくね。ちょっといらないやつが、ね、何個かあるんですけど、あーもうちょっと待ってね。かずぽさん元気ありがとう。よいしょ。あー耳が、どういうこと。だから何な気がした？見かけてるのにいい本当？カレーちゃんしようって自動的にひーちゃんに飛んでた。ミラクルな運命。確かに運命。運命かもしれない。めっちゃラーメンの口、ラーメンの口、ラーメンの口それな。ひーちゃん偉い、ありがとう。じゃあち、お昼にガツイコーチ行けるように広島行く。お、いいね、行っておいで。美味しかったから。赤之助さん牛乳お茶ありがとう。トネヒビキさん、よいしょ。ほんでひーちゃんありがとう。ひーちゃんいい草になるだろうと思う。ほんと意欲さんになります。お待たせになります。アルコール、チャルちゃんおにぎりありがとう、ありがとう。
今日のやつ全然ダメでした、応援してもらってたね。大丈夫だよ、全然ダメだと思わなくていいんだよ。失敗とかは全て全て失敗は誰にだってあるものなので大丈夫だよ。昨日めっちゃ使いやすくておしゃれなメガネケースを買って満足な、いいね、満足な日。しんちゃんありがとう。じゃ結婚式やんで、結婚するか分かんないですよ。どうぞピカピカありがとう。ワンコードさんこんばんは。いいちゃん言ってくれ、どういうこと、ちょっとメイク道具、おいルパンしっかり部屋片付けろよ。絶好すんぞ絶好すんぞ。いやどんだけ口悪いかよそれは絶対にアイドルに言わせる言葉遣いではないま悪いですけどね、もっとか。じゃ今からメイク道具をその持ち運びの時に持っていく持ち運びメイク道具を決めて持っていくやつを決めたいと思います。もうさ本当に合う結構ひどいので、もう物多すぎじゃねえか。食べれんこしてた、日々口悪いイメージあるよ。そうだよ、口悪いけど何か悪くて、口が悪くてもいいんだよ別にどっちやねんって。はい、めっちゃメイク道具をここに出しました。ニックさんハットありがとう。お兄ちゃん見ていい方、はい、ということでこれにもはい、ブラシを入れていきます。今日買いたいものがあってロフト行ったんだけど売ってなかった。ブラシ入れて、やっぱブラシってね見つけ出すのめんどくさいからこういうのに入れて行った方が楽なんです。細いのがあった方がいいよね。なんでこれ、あれねえちょっともったいないことした。これだ、こっちが出ないやつだ。これは捨てよう。これを持っていきます。これを持っていく。そしてこれも忘れるな。あ、入りません。あ、こっちですわ、持っていくのは。ほんでこれとあと響に必要なブラシは何かな。こちらこれ別に入んないなこんぐらいなのかな、まだ響き。こんなに少ないのか。はい、こんな感じでブラシを持っていきます。そしてアイシャドウの色を決めよう。これ持っていきます。 GGC のメイク何しようかな。このメイクアップフォーエバーのこのめったに絶対使ってないんですけど、使ってない人ばっかいると思うんですけど、めっちゃいいですよ、カバー力がすごい。でチークこちらで、コンシーラーこちら、そして涙袋で下地、メイクアップ下地。でマスカラオンジョンで、眉マスカラはちょっと
03番がいいんだよね。やっぱ09番暗かったな。これ09番と03番があるんですけど、私はやっぱ3番の方が私には良かったので3番を使います。でこのキャンメイクのリップ絶対いる。でシピシピのリップ、これもねいいです。これチラッと映るだけでも楽しいよ本当。でシェーディングで、私の今使ってるリップ持ってます。そのキャンメイク、え、どのキャンメイク、これめっちゃいいよね。これ最高だよね。好き。でこのラカのリップはもう今回は持っていかない。ちょっと赤っぽいから持っていかないです。これ結構使ってたんだけど、私は今回ウォンジョンヨンのやつで白くしたいので買おう。でこのハイライトはこの目頭にするのが好きで、これはよく使うハイライト、これお気に入りです。これマジいいですよ。んでこのリップは絶対いらない。私マスカラとかキングダムとかキャンメイク使っとったんだけど、キャンメイクは使っとったんだけど、ちょっとウォンジョンヨンが良すぎてウォンジョンヨンにします。でシピシピのあの涙袋、マイマスカラ3番と9番何が違うの、え、色が違う。色がねちょっと3番の方が明るい。そう結構明るい。で9番はちょっとナチュラルでちょっと濃ゆいんですよね色が。私にはちょっと濃ゆい色は似合わなくて。でこのエッチセのマスカラ下地絶対おすすめです。マスカラ下地、エッチセのマスカラ下地はマジでおすすめ、本当に大事。そうですね。でこのフーミーのこのシングルラメアイシャドウメリッタベージュめっちゃいいです。あいも面白かった本当。一緒、エッチのワンジョンエッチで、え、一緒、おそろ天才すぎ。やっぱいいよね本当に最高すぎ。これ持っていくか迷う。でも、今回はこれは持っていかないです。じゃあ今回は持っていかない。やっぱね無駄にね持っていくとねかさばるんでね。でリップもこれは持っていかない。でアイラインも買い替えたので違うやつを。でこれは資生堂のあのカバーコンシーラーなんですけど、これ安いんですけどカバー力があるので、これを塗った後に普通のコンシーラー上から塗ってあれしたりとかしてます。隠したり。でも私のニキビは隠せないんですよね、結構広くて。そうビリビリしてないよね私は。ビリビリ私はしてないからさ。どうしようかな。とよしこんな感じでいいかな。ちょっと待って、結構いい感じに収まったと思ったけど、ちょっとポーチをこっちにしよう。
熊本土産とかないからこれ持っていくか迷う。紫、いやでも今回はウォンジョンに頼りたいと思います。今日紫ちゃんをおすす、あの、はい、でコスデコのやつを持っていきます。で今回アイシャドウは置いていきます。チークブラシは今回置いていきます。ケープ、ケープいるかな、これ汚いから持っていかない子。よし完璧、今回もこやつでいきます。あとラーメンの有名な店も、そうなの、紫いいね、熊本のラーメン屋さんとか行きたい。でこういうやつに入って、持っていきます。 OK かな。で爪研ぐやつとかも持っていこうかな。できます、よし、メイク道具完了。早めにね、何でも準備していった方がいい。あ、大事なマキアージュのファンデーションも持ってって完了です。メイク道具完了しました。姫熊よ。熊本のラーメンか、食べたいな。でも熊本でラーメンはいかんかな、抜けちゃうからね。もう私は行く準備をしとかないと、何でもかんでもくれるので。入れとこう、こんな感じで。最近私はこの8-4のこれめっちゃいい匂いなんですよ。アセイクシートいらんかな。アセイクシートいらん気してきたな。どうしようかな。あれあれ。で私これ買ったんですよ、汗がこんなシュッシュッシュッってするやつ。これライブの時に使おうと思っとって、今回持っていきます。スポンジ、スポンジ持っていこうと。そう、なんでも早めにねあれしといた方がいいから。何でも出てきた、さすが美容室。そうだよ、当たり前じゃないですか。今回チーカーも持っていこうと思います。時々ティッシュが必要になるので、メイクの時とかにティッシュさあった方がさいいじゃん。かわちすぎー、チーカーを使いたくはないけど。かわいすぎな。どのチーカーを持っていこうかな。可愛くて使えんけど、やっぱ使わんともったいないけ。一番
じゃあ私はこの4つの中だとこの2つが好きなのでこれは取っときます。これはまあこれも好きだけど使っていいかな。でここにティッシュ入れて、ね、喉の薬持っていっとこうかな。これでも結構この喉の薬いいかもしれない、充電器は絶対持っていくよ。さとしさんありがとう。効果ある？何が？でてんてん、でんてれんてんてれれ、てんてんてん、充電器持っていくよ。ちゃんと充電器持っていかんとね。あとエコバッグエコバッグです。と、なんかな、他オイルとか持ってったがいいやん。絶対的にオイル持ってったがいい気がするのでオイル持っていきます。いや、でもメイクさんいるか。いや、だとしてもいるな。オイルは持っていこう。そして食べに行くと忘れて一番悲しいのが充電器。いや、ほんまにそれな。高いしね。でメイク道具持っていくでしょ。で歯ブラシ、リファーの髪の毛のやつ。私バッグは今回これでいこうかな。女の子荷物多くて確かに。でも私は結構前よりは少なくなる人間になったので良いんですよ。で今回は移動の時はお洋服何にしようか。お洋服何にしようかな。どうしよう。こういう時さ、なんかスキンケアとしたいんだ。困った時にクマのジャージで移動。やばすぎ。で、髪短い、確かに髪短いのがやっぱいいよね。このパックね、おすすめ。ごめんですが、おすすめです。とこのこのコスメデコルテの化粧水と乳液を。でも結構持ち運びに便利なので持っていきたいと思います。ですかね。こんな感じかな。カリーちゃん地味な服じゃないと誘拐されない。どこに娘？何が？え、わかんない。娘パックやっぱ効果感じ。え、でもよかったなと思う。響きはそう。ズミさん、ビリオさん、おにぎりありがとう。チップさん、おにぎりありがとう。
熊本歓迎します、行きます。そうじゃない、熊本って撮ったもんな。よいしょ。はい、こんな感じで一旦用意は終了。まあいい感じですね。これも持っていきます。グミ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 ペアポサニーがおやつだ、お前らがみかんサンキューでみかんかりペアポ。ちゃんちゃちゃん、うんうん、ちゃん来るのに一丁で熊本ランドしんどすぎる。うわ、つらっ。え、つらっ。せっかくの会えそうなチャンスだったのに。ショッキングですね。明日早起きじゃないです。まあでも、まあ、いつもよりは早く起きるけどね。あいちゃん、おにぎりありがとう。熊移動で、熊移動しないよ。明日って寒いの？明日は広島は寒くないね。うん、明日あんまり寒くないかも。明日今日よりもあったかいよね、やっぱ。来週、うん、夏ぐらい暑かった記憶。うん。ね。でも今日本当に今日行ったからなんかここがすっきりしてる。よかった、行って。全然違う。結構どう思う？変わった？え、でも全然違うよね。シュッとした気がするの私だけ？はい。くみくみくみ響き、マジ何でも可愛い、ほんと。敵でございます、ありがとう。なんかさ、眉毛細くね？マジで細くね？バリ細くね？チャ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 チュ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 。別にさ、多分移動ぐらいだからさ、あんまり服そんな可愛くなくてもいいけどさ、で熊本ってさ、ランウェイの時って芸能人さんがいるわけじゃないですか。でも普通の服だよね。でもお疲れ様、さくくありがとう。ひらめとか一生懸命し見返したい。明日のからなのかより可愛くなって、嬉しい、嬉しすぎ、嬉しいね。でも確かにお披露目からは全然変わった気がする。めちゃめちゃ、うんうん、んーでーす、ぶい、嬉しすぎ、嬉しすぎ。公式ホームページ Q&A 答えかって、そう答えたよ。
あ、されてしまった。この前 50m くらいの距離で見た。ひーちゃん可愛かったし、近くで見たら外出すごそう。え、いやいやいや、そうでもないよ。台湾の旧文のポストカード送りたい。八代の場所のやつ、送って送ってGoogle を使ったさ、ありがとう。ね、これからもっともっと可愛くなるように頑張りたいと思います。やっぱほくろさ3個ぐらい取ろうかな。取りたいな。ジレンのやつやから大事にして、大事にするさっきジレン前のひーちゃんいびきポストしとるけん、懐かしくなってますよ。ほんと懐かしくなる。佐藤さん、お茶牛乳ありがとう。お茶と牛乳一緒に飲んだら絶対合わんよな。のぶちさん、あとありがとう。そう、私筋膜ローラー持っとるんだけど、なんっけ、マッサージ、筋膜リリース、筋膜ローラーのこう自分で手でこう動かすタイプが欲しくて、今日ロフトに買いに行こうと思って買いに行ったんだけど、あれなんですよね、ちょっとアマゾンの方が安いからアマゾンにしようと思って、アマゾンにしたよね。全然ほくろとか気にならないんだけど。本当？でもさ、ほくろ取ったらさ、いい感じ、ほくろ取ったら取ったでさ、めっちゃなんか取った方が良かったねってなりそうな気がするんよね。トベイチさん、本当ありがとう。今日シンプルな着こなしがとても素敵。本当ありがとう。こんにちは。本当に可愛いです。ありがとう。でこだし、お、パンケーキちゃん、パンケーキちゃん、こんばんは、こんばんは。取るべき派ですね。取りたいよね。さっき、あとありがとう。いいちゃんの話し会楽しかった、楽しかった。確かに確かに気になる。そうなんよね。取りたい。リボンシトロンさん、こんばんは。ちょっとガチすっぴんだからヤバチーだね。どうしよっかな。テーブル欲しいんだよね。日傘新しいのを買おうと思ってて、どうしよう。今アマゾンギフト券があるので何を買うか迷っているんですよ。でもまだ私この間のあれもらってないんですよね、アマゾンのギフト券。これなんかあれ知ったじゃん、3期のスペシャルイベントみたいな、それやった時に買ったやつもらってないんですよまだそう、嬉しすぎ。みんな引用してくれてるやん、優しい。ぜひ引用してください。 X 上げたやつ引用してください、ぜひぜひ。そう、3000円分まだ笑ってないんですよね。そう、ぜひ見てください。ほくろ取ったことある？痛いよな、ほくろ取ったら痛そう。そう、話し会相手に痛いそうね。お話し会したい、またすぐやりたい。話し会、話し会やりたいのだよって。ちゃちゃちゃんちゃんちゃん、
噛み上げた方がなんかシュッてしたの分かる。まあまあいい感じに机の上がまだ綺麗になった方がかな。難しい。あの日からちょっとマイク好きにしちゃって言ってるし、で言ってください。あ、そうですかっていうかな。あ、そうですかって言ったらショックだよね。結構私ならショックです。ここかな、これから飛ばしてください。私リコチさんじゃないから、リコチさんじゃないから普通に考えて。今日そうエステ行ったって言ったじゃん、あのすっごい肩凝ってるって言われて、でも顔に肩凝ってますって書いてあるって言われました。そうめっちゃもう肩凝りすぎてるから、しかもこの転んでてもここがもっこりしてるって言われて、もう山になってるって言われたんよ。だから本当に肩凝りすごいんだなと思って、21歳の肩じゃないって言われました。やっぱそうですよねって言って、ちっちゃい握りありがとう、あとありがとう。そうやばいよね、普通に最初の僕隊公演おめちぶれ起きてます。嬉しい、頑張ろうね僕隊まで。そう顔にあいって書いてあるぐらいってやばいよね。初の落語舞台も行くを回っております。どこに書いてない。そうそう、だからそう肩こりやばいからね。まるまるさんにぎりありがとう。私も肩こりひどくて寝前にメグリズム貼って温めてる。それ聞く？結構やばいよ肩こり、腰もやばいし肩こりもやばいしって、結構凝りやすくてさひどいんですよ。おそこ悲しく帰ってきた。だからみんなどうしましたかって聞いたら、ひーちゃんやりがったって言ってって言ったら髪切ってて、あ、そういうこと？面白い、面白すぎ、懐かしすぎ。それはね、どこに肉で肩にタンク乗ってけんのかよって、タンク乗っけてんのかよって今いいですか？なんでやねん。もうね結構肩がね、やっぱねここが持ってたらしくて、結構今だいぶねちょっとだけ今日ほぐしてもらったので、まあまた今度行くからあれだけ頭ってあぐれる感じあるけど、昼になるとガチガチ。うわー、そうだよね。やっぱフェイスでシャンプーしてもらうときいつも頭皮凝ってるって言われる。やっぱね、そうやっぱわかるんよ、肩凝ったことない感じてないだけかな。でもそういう人に限ってある可能性もあるよね。でもやっぱ肩とか凝っとったら小顔にもなりづらいって言われたから、ちゃんと肩とかやった方がいいって言ってた。みんなやばいよやばいよ、かわいいよって話しかねえんでみんな話してたの覚えて、ほんと嬉しいじゃん、嬉しいねそれ。なのかねなちゃん、おんちゃんありがとう、りょうさんハントありがとう。そうだからやっぱ肩とかは大事なんだなと思いました。あと頭もほぐれとらんとさ、やっぱ小顔にもならんから、そうそう肩凝ったらほんと頭痛にもくるんよ。そうそうそう、首の肩こりとかご用心マジで、自律神経ほんとにやばくなるよね。肩首やばいん。そうそう肩よくだから肩と首
って頭痛くなったりとかよくあるけん気をつけんとって感じだから、皆さん定期的にエステとかなんかマッサージとか絶対行った方がいいと思います。自分にでするにもさやっぱ限度があるからね。でもその筋膜ローラーこのコロコロとかでいいから買おうと思ってそう買ったんよ。じゃあそろそろ男女読んでいきます。では13位ドゥイさん、12位オグリン、11位ヒロシさん、10位バンバンさん、9位ユイチさん、8位ロコポコさん、7位エスティユヒーさん、6位タナタラくん、5位サトさん、4位ナオキさん、3位ナホちゃん、2位小山ちさん、1位はドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンルパンさんです。ありがとう、ありがとうね、ありがとう、みんなみんなありがとうございました。今日も来てくれてありがとうねありがとうね、みんな来てくれてありがとうございます。今日は本当にエステに行っていい感じの一日でした。はい、楽しかったです。ありがとうと、こちらこそ。みんなまたまた明日会いましょう。宿所していいよ、ブサイクだけどイエイ。で、いい感じかな。顔は今日ぶっちゃいくだけど、あれあれ忘れた？え？嘘？え？あら？に小山ちさん言ってない？あれあれありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。小山ちゃん言ってない、もしかして私あれおやすみ、ありがとう。じゃあまた明日会いましょうね。あと30秒、おやすみなさい。ねんねんころりねんころりめっちゃ心の中で読んでたんだけどじゃあね、みんなおやすみ、バイバイ。あ、筋膜ローラー頼まなきゃ、頼まなきゃ、頼まなきゃ。あ、立っちゃった。